愛してるよなんて誘ってもくれない。あ、どうも、キャンドルライトが頭皮に反射する大西裕次郎です。さあ今日もランチング。ということで今日は久しぶりに蕎麦処小木曽製粉所さんにやってまいりました。行ってみましょう。
ごちそうさまでした。というわけで本日は久しぶりに小木曽製粉所さんでがっつりお蕎麦ランチいただいてきちゃいました。温かいお蕎麦も冷たいお蕎麦も丼も食べたいなんて時にね、コスパ最強なんじゃないでしょうか。はい、これで僕もいい年が越せそうです。今年最後の満腹ジローだジョロマンティックをさらって Do you wanna dance tonight?ちょっとぎとった薄毛レラボーイ Do you wanna dance tonight?